平和への誓い、被爆者代表深堀義俊さん。平和への誓い。原爆が投下された1945年8月9日、私は16歳、爆心地から 3.6 キロ離れた長崎県疎開事務所に学徒動員されていました。11時2分、白い閃光と爆発音を感じ、慌てて机の下に潜り込みました。夕方、帰宅命令が出て、私は学友と二人、こんぴら山を越えて帰ろうと山の中腹まで来たところ、山上から逃げてくる多くのけが人に、山の向こうは一面火の海だからと制止され、翌朝電車の線路に沿って歩き始めました。長崎駅の駅舎は焼け落ち、見慣れた街並みは消えてなくなり、別世界に迷い込んだようでした。ようやくたどり着いた山王神社近くの親戚の家は倒壊していました。その中で家の梁を右腕に抱きかかえるような姿で、18歳の姉は息絶えていました。あの時、私が無理をしてでも家に帰っていれば、せめて最後に声をかけられたのではないかと今でも悔やまれてなりません。その後、大学病院へ向かい、さらに丘を越えると眼下に浦上天主堂が炎上していました。涙があふれ出るとともに怒りを覚え、ああ世界が終わると思いました。ここ平和公園の横を流れる川には折り重なって死体が浮いていました。私は三ツ山に疎開していた両親に姉の死を報告し、8月12日、母と弟と3人で材木を井桁に組み、姉の遺体をだびに伏しました。その日は晴天でした。頭上から真夏の太陽が照りつけ、顔の正面からは熱気と臭気が迫り、目がくらみそうでした。母は少し離れた場所で地面を見つめたまま、ただ祈り続けていました。たった一発の原子爆弾は7万4千人の尊い命を奪い、
7万5000人を傷つけました。あの日、爆心地周辺から運よく逃げ延びた人々の中には、助かった喜びもつかの間、得体の知れない病魔に侵され、帰らぬ人となりました。なんと恐ろしいことでしょう。私は、核は人類と共存できないと確信しています。2011年3月、福島第一原子力発電所の事故が発生し、国内の原発は一斉に停止され、核の脅威に怯えました。しかし、リスクの巨大さにあえいでいるさなか、こともあろうに次々と原発が再稼働しています。地震多発国の我が国にあって、いかなる厳しい規制基準も地震の前には無力です。原発偏重のエネルギー政策は、もっと自然エネルギーに軸足を移すべきではないでしょうか。戦後、平和憲法を国是として復興した我が国が、アジアの国々をはじめ世界各国から集めた尊敬と信頼は決して失ってはなりません。また、唯一の戦争被爆国として果たすべき責務も忘れてはなりません。私は1979年原爆で生き残った有志6人で原爆写真の収集をはじめ、これまでにさまざまな人たちが撮影した4000枚を超える写真を収集検証してまいりました。原子雲の下で起きた真実を伝える写真の力を信じ、これからも被爆の実相を伝え、世界の公共平和と核廃絶のために微力を尽くすことを、亡くなられた御霊の前に誓います。2017年、平成29年8月9日、被爆者代表深堀義俊。